ね、ポール&ジョー。あ、こういうことね。こちらも雑貨っぽいですね。ほい。え？まあ、そうね。はい、こんばんは、愛花です。今日はですね、11月のマイリトルボックスを開封していきたいと思います。もうボックスのね、デザインも秋めいてきました。ということで、2022年のボックスも残すところ2つとなりました。めちゃくちゃね、期待が高まるんですが、早速開けていきましょう。ちなみに、前回のね、ボックスに入っていた予告では、どうやらポール&ジョーのね、コスメが入っているということでしたので、ちょっとそのあたりも期待してしまいますよね。それでは、オープン！じゃーん！まあ、抑えた感じのボリュームでは、そんなにぎっちり入っているなっていうのではないかな。はい、これがね、今月の、まあ、カタログ的なやつですね。お、これのね、この裏に来月の予告が書かれていることが多いんですが、12月はですね、シュウ・ウエムラのスキンケアやメイクアップなど気分が華やぐアイテムをお届けしますということなので、まあ、シュウのスキンケアかメイク、もしくはまあ両方入っているんだと思います。まあ、ちょっとね、これも楽しみにしたいんですが、ひとまずね、11月のボックスはこんな感じです。じゃあやっぱこれからですよね。いきましょう。原品っぽいですね。クナイプのビューティーオイルのラベンダーフェイス&ボディ用スキンオイル。こちらがね、100ミリサイズです。こんな感じ、しっかりしたサイズですね。こちらが販売価格1980円です。で、容器はね、ガラスです。で、口が結構大きめに開いているのでこぼさないように注意。いきます。うわー、ちょっと待って、思ったより出てたけど、サラサラのオイルですね。癖がない感じですね。ボディだけじゃなくてね、顔にも使えるということなので、重さとかベタつきっていうのは感じないです。で、出した時はね、あんまりラベンダーの香りわからなかったんですけど、伸ばすとこうふわっとね、自然なラベンダーの香りが香ってきます。ちょっと今ね、大量に出しちゃったので腕まで伸ばしていきます。で、ティッシュで押さえるとこんな感じ。まあ、ちょっとくっつきますけど、さらっと落ちてくれるので、パジャマを着る前に体に塗って、まあ、着てもそんなにベタっと張り付いちゃう感じではないかなと思います。はい、次二つ目はこちら。家みたいな形のボックス。はい、あ、こちらがソックスですね。やったー。なんか年に1回くらいはソックスが入っている気がするんですが、まあ、靴下好きなので、過去に入ってたやつもね、普通に使わせてもらっています。で、これ後ろになんかロゴが入ってるんですけど、高すぎる山なんてないっていう、なんかね、割とメッセージ性の強いロゴになっています。でもね、なんか色がこういうアースカラーみたいな感じで、ポリも少し入ってるっぽいんですが、コットンが 70% なので、触り心地的にはほぼコットンですね。使いやすそうです。はい、次、こちらも雑貨っぽいですね。ほい。え、あ、どんぐりプチプチしてて、あと傘のとこもちょっと丸のね、模様だから、集合体恐怖症の人はってなるかもなんですが、これが木の実の形をしたティーインフューザーで、旬のスパイスやハーブをブレンドして、ここが開くのかな。あ、そうですね、こんな感じで開くので、ここに茶葉を入れて紅茶なりハーブティーを出して使ってねというアイテムみたいです。ここのブツブツは大丈夫なんですけど、ちょっとここの傘のね、なんか丸が若干怖いんですけど、まあ、この全体的な秋っぽいデザインをね、意識しているっぽい雑貨ですね。はい、そして次がですね、こちらです。じゃーん、オン&ドゥのホットマスクです。顔全体を温かく包み込むフェイスマスクです。かっこ化粧品ではありませんということなので、蒸気でホットアイマスクの全顔版みたいな感じかな。なんか出してこう切り取り線のとこ切り取って耳に引っ掛けて使うものみたいです。まあ、これはちょっと開けるとね、使わないといけなくなると思うので、ちょっとこういうあったかいアイテム私毎晩使っているから、またね、ちょっと使ったら感想シェアしたいと思います。スキンケアのブランドがこういうの出してたりするんですね。まあ、いつもはね、ドラッグストアで買えるようなホットアイマスクしか知らなかったので、これもね、使うのが楽しみです。ちなみにこちらは3枚で1320円で販売されているみたいです。で、公式サイトだとなんかこれの定期購入とかもできるっぽい。まあ、ここにも化粧品じゃないっていう風に書いてますけど、特に何かを染み込ませてるっていうのではなくって、もう本当にあったかくなるマスクみたいですね。うん、これはね、私存在知らなかったから嬉しいですね。次、じゃあこちらコスメが入っているっぽい巾着、開封していきます。あー、ちょっとね、ポール&ジョー。あ、こういうことね。まあ、ポール&ジョーコラボっていう風には書いてなかったので、ポルジョのアイテムがいっぱい入っているっていうことはないかなと思ってたんですけど、
まずね、サンプルですね。で、しかもファンデーションなので、ちょっとサシがちっちゃいから、あーってなる人もいるかもしれないんですが、こちらが、フォンダンクリームファンデーションの102番と、こっちがベールファンデーションの102番。パウダーファンデですね。だからパウダーとこのクリームファンデーション両方試せるよっていうみたいです。私、アドベントカレンダーの開封の時にも言ったかもなんですが、ポール&ジョーって下地めちゃめちゃ押されてるし、下地は有名だけど、あんまりファンデーションって押されてないなと思ってて。なので、何気に試すのは初めてかもしれないので、まあこれはねちゃんと使おうと思います。そしてはい、こちらですね。ちょっとアドベントカレンダー開封した人だったら見たことあるなっていう気がすると思うんですけども、モイスチャライジングファンデーションプライマーの01番と02番です。ちょっと色だけチェックしていきます。01番と02番ですね。結構色の差ありますよ。赤み消す時のオレンジのコンシーラーくらいの色と、まあ下地って感じの色ですね。まあこれでもね、全然伸ばしきれてるわけではないんですけど、まあカラー補正力は高そうな下地かなと思います。まあなるほどね。まあミニサイズとサンプルで一応4つは入れてきてくれてるんですけど、どうですか皆さん。割と手頃なアイテムでもいいから現品1個入ってた方が良かったっていう気がしなくもないですか。まあね、それぞれだと思うんですけど、ポール&ジョーのアイテムが入っているっていう予告があったんですけども、中身ね、こんな感じでした。はい、そしてね、まだこちらに入っているんですが、はい、これはね、個人的に嬉しいですね。エトボスのスキンケアのセットです。はい、まず、アルティモイストローション、保湿化粧水、こちらの30ミリサイズ、結構しっかり試せますね。こちらと、アルティモイストセラム、保湿美容液の20ミリサイズ、そして、アルティモイストクリームですね。保湿クリームのサンプルサシェが2包みでした。じゃあちょっとこれも化粧水から。あ、なんかね、サラッとしてるけど、糸引くような感触ですね。すり合わせるとちょっとぬるっとしたような独特な感触があります。でも、馴染ませるときになんか肌の上で厚みが出たりとか、こうねとっとしたりっていうことはないですね。じゃ次にセラムです。結構コクのある美容液ですね。テクスチャーとしてはジェルっぽいんですけど、グリセリンが入ってるからかな。しっかりとしたとろみを感じます。で、最後にクリーム。うん、クリームもしっかり硬さがあります。まあ、リッチな感触かって言われると、やっぱり保湿ラインのスキンケアっていう感触かな。でも軽いっていう感じではないので、あんまりライトなね、クリームだと乾燥しそうで心配っていう人でも、まあ、十分使えるくらいの使用感かなと思います。うん、一つ一つのアイテムはそこまで重くないんですけど、三つのアイテムを重ねると、まあ、しっかり保湿しましたっていう感触にはなりますね。まあ、アルコールとかも使っていないので、お肌が敏感な人でも比較的使いやすいスキンケアかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は11月のマイリトルボックスを開封していきました。まあ、そうね。先月もね、まあ内容悪くはないんだけど、サプライズ感がないかな、なんていうふうに思っていたんですが、今回はですね、ちょっと内容の満足感も若干物足りないかなという気がします。まあ、いい時がすごくいいので、ちょっと毎回ね、期待しすぎなのかもしれないんですけど、このブランドのアイテムが入ってますっていう風にね、アナウンスされちゃうと、やっぱり、まあ、サイズ展開あるものの小さい方とかでも構わないので、やっぱ現品入ってくれてると、よりこう、嬉しさが倍増するので、まあ、ちょっと、ポール&ジョー入ってるっていうのに期待しすぎちゃったかなっていうのは、ありますね。もう来月ね、12月で本当にもう最後なので、もうどういう締めくくりにしてくれるのか、非常に気になるところではあるんですが、今月のボックスのね、皆さんの感想もコメント欄で募集しております。今回の動画参考になったよという方はね、高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。